今回いただいたこのご提言につきまして、ガイドラインの改正などによって運用ルールとして明確化するなど必要な措置を早急に取らさせていただきたいというふうに考えております。政府の公文書管理委員会の提言では、議事録が作られなかった原因について作成する自覚がなかったなどと指摘し、記録作成を確保する仕組みが必要だとしています。その上で改善策として各府省に事前のマニュアルの整備や訓練を求めているほか、事後に議事録を作る場合、3ヶ月以内に作成すべきだとしています。